そう。ダメよ。腰だから、こうみんながこうね、あんなに可愛い子なのにすっぴんこんなブスなの。私も頑張ろうって。そうですね。励みになるんだよ。小森さん、いや、神々しいです。神々しいでしょ。ラジオネーム、あやのぴょ。おぎやぎさん、綾野剛さん、こんばんは。こんばんは。新宿スワン楽しみです。ありがとうございます。綾野さんの演技は昔から大好きなんですが、はい、綾野さんは付き人は募集してますか？おぎさんは付き人募集してるんですよ。できたら綾野さんの付き人になりたいと思っていますと。おー、なるほどね。付き人ですか。付き人。うん、俳優さんって、はい、付き人とかって、いたりする人もいるの？うん、います、います。あ、いるよね。なんか、うちの若いやつはみたいな。そうですね。結構前に荒井博文さんが付き人募集してましたね、うん、そういえば。募集するんだ。はい、ツイッターで募集されてましたね。へー。でも、今どうなんですかね、その付き人って、うん、そもそもどういった風にその対応していけばいいのか、ちょっと謎じゃないですか。だから難しいのよ。俺たちも、ラジオ終わりにね、うん、はい、待ってたの。はい。外で。あ、はい。TBS のこの、付き人にさせてくださいって。で、うん、おぎに取れと。はい。付き人ね。はい。で、お互い来たの。はい。一人ずつ。うん。あ、おぎはその日、次の日も来たね。次の日も来たよ。うん、同じ方ですか？同じ方はもう4週連続で待ってる。うわ、来てんだよ。じゃあ一回面接しようなんつってさ、はい、ラジオのこのポッドキャストで面接したりしたんだけど。はい。付き人って本当そうなの？どうしていいかわかんないわけ。そうです。結局、その、例えば、僕の付き人になるってなったら、役者になりたいってことですよね。多分ね。で、現場で、うん。でも、どうしたらいいですか？現場、だから見せる、見たいってこと？常に顔合わせもできるってことですか？その、自分の現場に行った時に、現場でいろんなスタッフさんに、あ、付き人ですって紹介したら、皆さんは、あ、この子いつか俳優になりたいんだなって認知をしてくれるってことですよね。あ、もあるね。そういうメリットもあるよね。そうでしょ？あと、綾野剛をずっと近くで見てて、表情とか、はい、あと、なんか覚えたり、セリフ覚えてる時とか見てて、こうやって覚えてんだとか。こうやって役作りすんだとか、うん、それの近くで見たいんやん。うわそれは結構あれですね。難しいよね。やだよね。はい、恥ずかしいですね。そうでしょ。そう。どうしますか。募集してないかって。うん。募集し、まあでも今うちの事務所多分人足りてないんで、事務所としては何か募集してるかもしれませんけどね。ああ事務所のマネージャーとか、ね、そのスタッフでね。はい。ああ、それはな。うん、じゃあ、それはだから、なんだっけ、事務所。トライストーン。トライストーン。はい。トライストーンエンターテインメントっていう事務所ですね。じゃあ、トライストーンエンターテインメントに電話すれば、うん、昔は募集してるかもしれないからさ。いいと思うよ。ねえ、うん。いや、お気持ちはありがたいです、本当に、うん。俳優さんもいっぱいいるもんね。そうですね。俳優事務所ですね、うちは。ねえ。じゃあ、そちらに行って、ちょっと。うん。ね。付き人にしてくださいって言えばいいんじゃない？ラジオネームファイヤーダンス失敗。小木さん、八木さん、矢野子さん、こんばんは。うん、こんばんは。新宿スワン。ズバリ、駅伝に例えるとどんな映画ですか？お、来たね。うわ、ノーマークだったな、今の。内容がね。駅伝に例えるのか、はい。まあ、そうですね。駅伝に例えると、まあでも、まさに番狂わせということで、ある種作品の中で、まあ、全く、こう、うん、何の力も得てなかった人間が、うん、ありとあらゆる力をで、どんどん手に入れていったりする過程もあるんで、うん、そういう意味ではやっぱ、青山学院で、神野大地さんが山登りで、うん、しかも、まあ、コース変わったんで参考記録にはなりますが、うん、過去最高の柏原選手の記録を抜いて抜き去ったという、うん、あの番狂わせ感、うん。その時にゴールして一言、うん、自然に笑顔が出ました。うんそんな映画ですね。うるせえ。でも今年のすごかったんでしょ、ね、俺は思ったよ。すごかったですよ。ほら、俺はさ、そんなに見てないんだよな。知らないじゃない。知らないんだけど。だけど、俺はマジで、まあ、海外に行ってさ、はい、帰ってきた時にこのニュースを見て、記事で知って、はい、そんなことがあったんだと思って、まず俺綾野くんの顔が浮かんだ。興奮してんぞこんななんか、これすごいんでしょ歴史的な、なんかレースなんでしょすごいですね。しかも、総合記録としても過去最高の、うん、まあ、いったら10時間50分切ってるんですよ。うん、まあ、これもあくまで参考記録なんで、その前回のコースも多少変わったんですよ。変えたんだ。はい。とは言いつつ、うん、10時間49分台で走り切るっていうのは、まあ、尋常じゃないわけで。うん、へぇー。はい。言ったら、
一人一人が全員区間賞を取ったとしますよね。うん、1区から10区まで。区間賞ってまあ区間で一番だってことですよね。区間賞を取ったって、じゃあ10時間あの50分を切れるかって言ったらそうじゃないんですよ。個人の力がみんながやっぱり区間5位だったとしても、やっぱみんなのタイムが明らかにこう早かったんですよね。個人の一人一人の。しかも確か4年生がいなかったはずなんで、今年もほぼ同じチームで戦えるわけですよ。言ったら東洋大学は前回、設楽兄弟がいましたけども、あの、今回いなかったんで、また、もう今力温存して、また今年もすごい戦いしてくれると思いますけど、今年というか来年ですね。そうなんだ。はい、じゃあ来年も優勝ある。いや、ちょっと青山学院がこのまま連覇っていうのを、やっぱ阻止するべく、やっぱ駒沢東洋あたり、特にあと、明治早稲田もちょっとこれはグッとくるっていう感じだと思いますね。俺さ、全く今回っていうかまあ、最近の駅伝を知らないんだけどさ。はい。これ青学ってもともと、この前評判って良かったの？いや、そこまでではないんですよ。そこまででもないのが。おととしも大したことないの？まあまあ、大したことなくはないんですけど、過去にもそれ、あの、個人ではいい成績残している選手たくさんいるんですけど、うん、そこまでじゃあ、まあ、やはり東洋駒沢のデッドヒートの中で、こう、繰り広げられるんではないかっていう、まあ、目線は強かったのは確かですね。その中でやっぱり、こう、個人個人が力を出し切ったっていう、うん、しかも出し切って、それ以上の力を出したっていう、なんか、青、どうなんですかね。なんか、いい意味でチャラいって言われてるんですよ。青学っていうのは、ずっとこうニコニコ本当にみんな気持ちよく走ってるんですよ。それが、その、まあ、原監督なんですけど、原監督が、まあ、言ったら青学で握手会とかやったりとか、今回のことをきっかけに。っていうのは、スポーツってものも含めて、いわゆる駅伝っていうものを含めて、もっといろんな方に見ていただこうっていう、まあ、いい意味でそのメディアをうまく使ってやってたりするってことも含めてなんですけど、そうするとやっぱ見られる分もっとプレッシャー上がってきて、いい力になってるとは思うんですよね。うん、じゃあ監督がこの選手のこう力をこう引き出すのはうまいのかな？いや、うまいと思いますし、それにやっぱり応える。今回青学の選手はみんなそれこそ、例えば今までテレビを見てた時間をストレッチ回したりだとか、あとお風呂を、寮のお風呂を、あの、冷たいお風呂も用意してくれっていうことを、あの、作っていただけませんかと。で、そうすると、アイシングになって、体の、その、故障しづらくなったりするんですよ。あったかいお風呂入ってるとどうしても、あの、体の、